皆さんこんにちは、天然パーマ池さんです。今日はこのパノラマビューのこのポイントから撮影してますが、ここどこかっていうと、昨日営業を終了してしまいました岩っぱらスキー場のね、駐車場から今日は撮影をしています。さあ、お待たせしています。2月のね、リゾマン生活コスト発表の動画を今日ね、撮ってみたいと思いますけども、ここで注目したいのは厳冬期である1月から2月のね、暖房費のコストが明確に出てきましたので、一番気になっていたそのあたりを明確にお知らせしたいと思います。一体、一番寒かったね、1月2月の厳冬期の暖房コスト一体いくらかかったのかってね、気になるところだったのではないかと思います。特に電気、石油、ガスっていう、いろんな暖房設備がある中で、一番コストが悪いって言われているガス暖房設備なんですね、僕のマンションは。そこでこの丸っと1ヶ月一体いくらかかったのかっていうのを、その辺を発表したいと思います。実際この請求書が届くまでは結構ドキドキしてました。前回の動画でも紹介しているんですけども、この短期契約のリゾマンは家賃は全部一括で最初に払っているので、今回もその家賃っていうのはあと1ヶ月の生活コストの中には入っていないのでご注意ください。では早速、発表していこうと思います。まずね、食費ね、家族全員4人家族の食費です。スーパーとかコンビニとか生協とか全部、計算した合算したものです。今回はなんと89,433円。これちょっと高かったかな、先月より1月よりもね、18,944円、約19,000円コストアップしてますね。次、ドラッグストア、ホームセンターっていうね、生活雑貨ですね、ここが、16,405円、1600円ぐらいね、先月よりもアップしちゃってますか。次、外食費、ランチとかですね、これはね、なんとね、9000円ジャストということで、先月よりも1万5000円ちょっとコストダウン、安くなりました。っていうのは、2月はあんまり外食してないで、ランチもね、ほとんど家で食事するっていうことが多かったので、あまりそこでの外食費っていうのはかからなかったですね。で、レジャー費の部分が爆上がりしてますね。先月1月がね、5000円ぐらいだったんですよ。それに対して今月が8万8000円なんで、プラス8万3000円もアップしてるんですね。で、水道代なんですけども、前回の動画でも言いました、基本料金というのはもう支払い済みで、で4ヶ月間の水道費は合算されて最後に敷金から差し引かれるので、ちょっとそこまだ見えてません。で、次電気代はね、なんと1万300円でした。で、先月よりも4400円ぐらいね、コストアップしてるんですが、それについては後ほどご紹介します。そしてお待たせしました、ガス代です。我が家は、ほぼ日中はね、ずっと暖房つけっぱなしで、この1月から2月かは毎日のように使っていたので、もうここがいくらになるかが気になってしょうがなかった。前回がね、8500円だったんでね、10日ぐらいで8500円の請求が来てたから、これ一体30日っていくらになるんだよって思ってたんですけど、なんと今回のガス代、じゃじゃん、17,369円。安いんじゃない？後ほど詳しく話します。次、ガソリン代、これがね、27,265円ということで、先月よりも約1万円弱アップしてますね。それは遠征行ったりとかしてるっていうのもあります。で、ちょびっとだけタクシー代とかね、それから雑貨、雑費みたいなのがね、大体3500円ぐらいかかりまして、今月2月の生活コスト総額いくらだったでしょうか。ゲリン、257,792円ということで、1月がですね、ガス代とか電気代の、マックスの金額が来なかったっていうのもあるんですけども、1月が148,159円なので、約109,633円もアップしてます。10万以上も1ヶ月でコストアップしてんの？
大変じゃねえと思われるかもしれませんが、内訳の方も紹介していきましょう。まず2ヶ月目、2月っていうよりも2ヶ月目ね、2ヶ月目の生活コストを計算してみて分かったこと、はい、食費ですね。食費は、スーパー、コンビニ、生協っていうのが合算っていうふうに言ったんですけども、実はコンビニがね3万以上も使ってて、ちょっとね反省してます。これね、理由はね、まあその居酒屋に飲みに行ったりとか、なんか娯楽費みたいなものが周りにないので、ついついね日常的にコンビニに行ってしまうっていうね、大して用もないのにコンビニに行ってしまっては、何かしらちょいちょい買うっていう行動を起こしてしまったので、ここがねズゴーンとこう上がっちゃったの、コンビニ代。これはねちょっと反省しています。なんだけど食費とかの部分っていうのは先月とほぼ変わっていないので、まあ、ちょっとねその娯楽費の代わりにコンビニに行っちゃったコストっていうのが少しかさんじゃったかなって反省点。これなんでかっていうと、まず週末とかね連休を使って長野にね泊まりで遠征スキートリップ行ったんですね。そこでねぐーんとお金かかってます。リフト代とか食事代とか温泉代とかね、あの湯沢のスキー場で遊んでる時にはかからなかった費用っていうのが、まあ、全部乗っかってくるので、まあ、そのぐらいの費用がかかってしまったと、まあ、実際これは高くもなければ安くもない妥当な金額だと思ってます。同じようにスキー場に遊びに行ってればかかるお金ですね。それから、2月の3連休の時に松の山温泉の両雲閣っていうホテルに1泊泊まったんですね。その時が家族4人で約5万円の宿泊費だったんですね。なのでそこでねガーンとちょっとコストアップしてるので、一瞬レジャー費がめちゃめちゃ金かかっちゃってんじゃないのって思える数字ではあるんですが、まあこれもあの必要経費という中では全然むしろ安く収まったなっていうふうに感じてるぐらいです。この1泊した時のホテルの宿泊費もものすごいねリーズナブルなプランを見つけて泊まれたので、もう圧倒的にね受けたサービスに対してはものすごい安く泊めさせてもらったなと思ってるので、全然お得だと思ってます。で電気代も前回が5000円ちょっとだったのに対して、1万円ちょっとなので、これもね、予想よりかは安く済みました。でガス代ね、一番実は恐れていたガス代っていうのが、予想よりも想定よりも実は9000円も安く収まったんですね。これがいい誤算、もう全く想定外だったのがいい誤算です。なんでね3万円ぐらいかかるんじゃないかなって思ってたのに対して、実際が1万7000円なので、もうね明細見た瞬間にやったぜみたいなね、思ったほどに光熱費、暖房費ねはかからなかったです。でこれがまた電気とかそれから石油タイプになってくるといくらかかるのかっていうところが実は僕も知りたいところなんですが、一応僕たちが想定したよりは安く済んだのですごく安堵しているところ。これ理由はね一つ、実は僕たちが、拠点を置いている千葉県の冬の生活コストよりもガス代めちゃめちゃ安いんですよ。本当かよって一瞬思ったんですが、安く収まってるんですね。でここでどうして安く収められたかなって考えてみると、リゾートマンションには大浴場があるので一切部屋のお風呂使ってないんですよね。なのでお風呂を沸かしたりとかシャワーにガスを使ってないので、そこがねぐっとこう削減できた要因じゃないかなっていうふうに思ってます。これはもう本当超ラッキー。あともう一つコストを抑えられた理由として、やっぱね湯沢のリゾマンって最初にも話したんだけど、めちゃくちゃ気密性の高い作りをしているので暖房効率がいいと言いますか、全然部屋の中がね寒くならないんですよね。なので夜は寝る前にはちゃんと暖房切ってまた朝暖房つけるっていうことをやってたので、24時間つけっぱなしでもなかったんですよね。そこがやっぱねコストを抑えられた大きな要素かなと、気密性、そこじゃないかなと思います。最後にガソリン代、これは長野の方のスキートリップに2回遠征出てたのと、その他にね松の山温泉っていうね十日町っていうところにある有名な温泉にもね2回ぐらい行ったりとか、それから十日町にあった雪祭り、それから豪雪ジャムなんていうイベントにもね遠征していったので、ガソリン代はかかって当然かなって思ってるので、これも、想定内
特に高いなというふうには感じてないです。それどころか長野の野沢とかさ、マダラオとか戸隠とかね、あっちの方まで遠征してるんだけど、ここがね一番大事。湯沢を拠点にすると高速道路を一切使わないであのエリアにアプローチできるんですね。塩沢ってところからこう山をジャンプしていくと、もうすぐね野沢温泉とかに到着できちゃうんで、これ東京から通ってるとまず片道4時間はかかるし、高速代も6、7千かなかかるはずなので、その辺のコストがもうざっくりかからない。それだけでコストカットができているのと、それからなんと湯沢から2時間弱であのエリアにアクセスできるっていうのが、もうやっぱね湯沢町に拠点してみて本当にすげえメリットだなって感じたところですね。そういった意味でも、生活コストの部分ではかなり首都圏から通うよりも抑えることができているので、僕たちとしては、想定していたよりも全体的なコスト感はぐっと抑えながら、相当まあ、理想的な生活をこの湯沢町で送ることができているなと、そういうふうに感じている次第でございます。というわけで、合計金額が全部で26万、あれさっきと間違ってたかな、合計金額が26万1254円、これが2月の生活コスト総額ですね。で1月が14万8159円なので約11万3095円アップしておりますが、それ以上に僕たちは得たものは大きいかなと。受けられた恩恵と、それから経験した体験できたものっていうのはもうプライスレス。お金には変えることができない時間を過ごすことができたので、ここはものすごいお得な湯沢ライフを送れたと、そういうふうに思っています。この2月のね、湯沢ライフですけども、2月ってねもうスキー場、あらゆるスキー場でイベントがあったんですね。雪上大運動会だったりとか、それから冬花火って言ったかな、いろんなスキー場で花火が上がったり、それからさっき話した十日町の雪祭り、それから豪雪ジャムなんていう音楽のイベント、これらが実は全部無料なんですよ。一切お金をペイしないで参加できるイベントだったりとかしたので、そういうふうに考えてみても、圧倒的にここでの暮らしは非常にこう豊かな時間を送りながら、なかなか首都圏では経験できないようないろんな体験経験をできたので、まとめます。まずね、ランチ代以外のいわゆる各項目のコストは確実にコストアップしているんですけども、そのすべてが想定以上に安価に収まりました。千葉の、家よりもコストダウンできているっていうことは、僕たちは実は非常に驚きました。安いんかいってね。で、一番大きかったのはやっぱり仕事後に、あの会社オフィスがある上野界隈でね、とか、それから地元の駅に戻ったあたりでちょい飲みとかね、そういうことを一切しない生活をしているので、まあ、その辺の雑費っていうの、僕の場合交際費っていうの、その辺をもうざっくり、コストカットできてるっていうのはすごく、まあ、いいことかなと思ってます。で、まあ、今回の一番の気づきは、そのマンションに大浴場っていうのがついてて、毎日お風呂を入れないっていうことで、実はガス代とか多分大きく水道代もあの大幅にコストカットできていると思うので、これだけでも2拠点生活の住居にリゾマンを、選ぶっていうね、プライオリティが、優先順位がぐーんと上がるんじゃないかと思います。というわけで2ヶ月目ね、湯沢ライフ2ヶ月目の生活コストをすべて今日を、皆さんに公開したわけですけども、いかがでしたでしょうか。湯沢町、そしてリゾマンに住んで2拠点生活、超おすすめです。最後は、この3ヶ月間の生活でかかった全てのコストとかね、その辺も皆さんに公開してみたいと思いますので、その動画までお楽しみにしててください。というわけで、この景色、あそこに見えるのが僕のマンションです。そして今後ろ側はね、昨日終わってしまいましたけども、一番楽しませてもらった岩原スキー場、今日はここで撮影を行いました。また次回の天然パーマ動画も見てください。バイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。